ひょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。始まりました、ともすれば。3月、皆さんお元気ですか？私は気温が下がったり上がったり、体がついていかないよって思いながら、でも元気に生きています。3月ってことは、無事私のファースト写真集も出た後ということで、皆さんお手に取っていただけていますでしょうか？ぜひね、感想なんかもね、SNS に書いたり、ここのコメント欄に書いたりしていただけたら大変嬉しいでございます。さて、そんな3月はゲストにこの方をお招きしました。駒形ゆりさんです。はい、駒形ゆりです。よろしくお願いします。お願いします。やった。ということで、はい、2度目ゲストいらっしゃいませ。嬉しい、また呼んでいただけて。嬉しい。丸1年ぶりらしいです。そうらしいです。そんな経っていたとは、ね、もうそれぶり。それぶり、それぶりに1年も経ってしまっていたなんて。ともすればのおかげでともえさんに会える。いや本当に、私もどうにか会える機会をここで得られて大変ハッピーでございます。ありがとうございます。1年何か面白いことありましたか？1年何か面白いことですか？いや全然何もないですね。でも前回来ていただいた時は、はい、結構やっぱお好きだというゲームの話をね、もりもりしていただいて、すごいプレゼンした記憶があります。そうなんです、すごいプレゼンしていただいて、うん、はい、あ、これは私買えるのではってなりました、うん、でも買ってません。悲しい。2人でゲーム趣味の話にもなったじゃないですか。なりました。なんか私もなんか一緒になんかやれたら嬉しいですって言ったんですけど、一度もやれてない。喋るのもだってそれぶりなの。そうなんです。Say anything you want, you can get out. How long will it be until you figure out? といえばデビュー。このコーナーは2回目ゲストさんの時にお送りしているコーナーでございまして、はい、まるまるといえばから連想されるものをお互いにこうせーので回答して、なんかまあ基本揃わないと思うので自分なりの回答をするみたいな感じです。それは一体何やつだということをお互いに聞いていくっていうゆるっとしたコーナーでございます。わかりました。そしてこのコーナーからドリンク登場です。はい、はい、ででで、私は安定のハイボール。かっこいい、かっこいい。そして駒形さんは、私は 100% のリンゴジュースをご用意いただきました。ありがとうございます。色は似てるね。え、本当だ。それもリンゴジュースって言い張ればいけるのそう、炭酸リンゴジュースかもしれない。お酒です。では乾杯。乾杯。ありがとうございます。おいしい、おいしい。え、日々飲まれるですっけ？日々、次の日がめちゃめちゃ撮影だよとか、うんうん、朝からレコーディングだよとかじゃないと、うんうん、家でご飯作ると飲みたくなっちゃって。あ、え、作りながら飲む？作りながらちょっと飲んだりとか。かっこいい。でも本当に簡単なもの作るだけなんですけど、はいはいはい、なんかこれ作ると合わせてこれ飲みたいなとかなっちゃって。いいですね。自分で作るから味とか調整できますね。そう、自炊すればするほど飲んじゃうっていう、なんか健康なのかな。そして、はい、おつまみもございます。あ、ありがとうございます。美味しそう。何これ？こっちは何？ポップコーンとなんかイカ揚げたよみたいなお菓子です。めちゃくちゃテーマパークの香りする。確かに。行きたくなる。いただきます。いただきます。そうなんです。このいろいろお題一覧とかで用意していただいてるのの中から、うん、もし気になるのとかあれば、これの話とかどうですかみたいなのあったら、それで行きたいんですけど、友達さん気になるのありますか？一番とかから行きますか、うん、はい。ではまず最初のお題、はい、好きな年中行事といえば、はい、決まってますか？決まってます。お、行きましょう、はい、せーの、誕生日と消滅。マジですか？めっちゃ嫌い。敵だ敵だ。なんでなんで、なんかバレンタイン好きになりました、大人になってから。珍しくないですか？基本みんななんかめんどくさいなみたいな感じで過ごしてません？あの、人のためのバレンタインは嫌いです。あー、はい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 。自分のために、うん、なんかいいんだよっていう空気の中、うん、普段だったら絶対買わない値段のチョコとかを買えるっていう。確かに
ハッピーなイベントだと思ってます。美味しいですよね、やっぱ高いチョコレート。なんで何でもないタイミングで自分のために買うには、うん、チョコレートの値段みたいな。確かに、私あんまチョコ屋さんにこう、うん、足を運ぶみたいなのって機会がないと、うん、ないですよね。なかなかね、ないですもんね。そうなんですよ、やっぱりそれこそ人への手土産みたいな感じのものを自分のために、うんうん、なんかいい許された空気の中で買えるみたいな。今年のバレンタインは現場に持ってったりとかしました？今年のバレンタインは現場にはちょうど持ってかなくていい日だったので持ってかなくていい日だったので、私は今年のバレンタインは高橋みなみと過ごしていました。なんで高みな、そうなんだ、はい、高みなさんがクッキーを焼いてきてくれました。いいな、高みなのクッキーとか食べたことないや。めちゃくちゃ美味しかった。すごいいいですね、もらう側ってやっぱり。そうなんです。で買った、催事で買ったチョコを食べたりとかして。一番ですか、誕生日とかクリスマスとかより上？なんかちょうどいい。誕生日、自分の誕生日って、うん、もちろん素敵な日だし、うん、産んでくれて母ありがとう、うん、ハッピーっていう日なんですけどなんか誰かと会うとかにもちょっと気使いません？まあ、確かに。なんかでも基本仕事じゃないですか。あ、まあ、基本仕事、それはそう、うん、そうなんですよ。でもなんか周りに気使わせるな。えちょっと思った。気使わせといていけばいいんですよそっか、誕生日なんだから気使えしみたいな感じで過ごしていいんですよ確かに。でも誕生日、うん、誕生日とビッグイベント派、正月が好きです。あ、正月、誕生日はその、まあ、こうイベント感があって、そのいろんな人にお会いしてもらったりとか、うんうん、あのがすごい嬉しいんですけど、正月はあのみんな一斉に休んでる感が好きで、あ、私しかも東京都出身なんですよ、はいはいはい、だからその正月の期間って一気に人がこういなくなるじゃないですか、うん、すごいちょうどいい、そのぐらいの確かに電車がいつもこのぐらいだったらいいのにっていう気持ちになれる。すごい快適に過ごせるし、なんかこう自分だけ休みだと焦りません、なんか私だけ休んでるのかなみたいになるから。確かに、世間はみんな働いて頑張ってるのに。そう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 、一斉にみんなが1週間とか休んでるからすごい安心して。確かに心置きなく休める。そうなんですよ。あ、確かにそう言われると結構好きです。あ、じゃあ次。え、私、はい、13番。13番、おお、いいですね、はい。13番テーマ、うん、ファミレスといえば。いいですね、決まってます。決まってますか？決まってます。私も決まってます。はい、では行きましょう、はい、せーの、デニーズ、サイゼリア。あ、サイゼも好き、好きなんですけども、もはやなんか別枠で殿堂入りみたいな、まあ、確かにもうあそこはイタリア料理屋さんですもんね、うん、も安いし、うん、最高ですよね。確かに、そのいわゆるファミレスの何料理でも、うん、何でも揃ってる感の店とはちょっと別ジャンルかもしれないです、うんうんうん、なんかちっちゃい時はそのよくファミレスに行くから、うん、なんかそれがちょっとこう日常、うん、よく行くお店になってて、なんかこう大人になってからちょっとこういいお店に行くと、うん、すごい嬉しくなってたんですけど、うん、最近はファミレスって最強じゃねって思い始めて、うん、なんかゆっくりできるし、うん、何でも揃ってるし、価格もなんかそんなすごい高いわけじゃないし で、うんうん、で中でもデニーズが私はすごく好き、うん、デニーズの、うん、あれフレンチトーストが一番美味しいと思って、あとコーンスープも、パッと思い出せないレベルかもしれないです。もうぜひ行ってみたら頼んでみてください。行きます。パンのクオリティが高い。パン、あ、じゃあそういう系に強いんですね、デニーズ。多分小麦粉に強いのかもしれない。でも細かった調べなんで全然本当のとこは全然知らないんですけど、特に好きです、デニーズ。最近すぐ見つけたら行っちゃいます、なんかパフェもすごい久々に食べたんですけど、なんかこう食べきれるかなみたいな、甘すぎるかなと思って食べ始めたら美味しくて止まらなくて。そうなんですね、クオリティが高い。あら、行きます。行ってみてください。行きます。サイゼリアは何が一番好きですか？サイゼリアはなんかやっぱ小さい時に一番行ってたのがサイゼリアだなっていう思い出補正も込みで、私の中でファミレスに行けるイコール、メロンソーダを飲めるだったんですよ。かわいい。美味しいですよね。そうなんですよ、メロンソーダ家で飲まないタイプだったので、うんうん、そうなんですよ、お家にあんまジュースがないタイプだったんで。そうでした、ちゃんとそうなんですでございまして、はい、でそこに行くとドリンクバー、まあ、ドリンクバーどこにでもあるんですけど、うん、私の中でもサイゼリアに行くイコールドリンクバーがある、メロンソーダが飲める、やったーって言って食べてたのと飲んでたのと、食べ物だとメニューが結構変わって、ちょっと結構入れ替えありますよね。そうなんですよ、久々に行った時に全部
メモに書いて提出式になっててびっくりしたんですよね。パスタとかも自分でカスタムして楽しめる、あ、なんかいろんなただでって言い方無料のなんかオリーブオイルとかいろいろ置いてありますよね、うんうん、そうなんですよ。めちゃめちゃいろいろ変わってるって思ったんですけど、小さい時はまあ、定番 の、うん、あのドリア、うんうん、まあ好きでしたし、でも一番好きなのは若鶏のディアボラ風。え、私も一番好き美味しい、あの上の謎のソースめちゃくちゃうまい、あのソースのレシピをあれめっちゃ美味しい、もう好きすぎて YouTube で調べて、え、すごなんかそれっぽい再現レシピしてる方のやつとか見て、うんうんうん、あれディアボラ側の部分ですか。あ、多分ディアボラ側の、そうなんだ、ディアボラ風に乗ってる風ソースみたい な、 あ、そうなんだめちゃ美味しいですよね。あれ美味しいです。あれにライスめっちゃ食事した感ありません？そうなんですよね、わかる、毎回頼んじゃう、本当にあの上だけ売ってほしいレベル。いや、わかる、めっちゃ美味しいサイゼリアドレッシングも美味しいですよね。確かに美味しい、売ってますもんね、売ってます、売ってます、すごい好き。あ、間違い探しあります、あ、やります、激ムズの激ムズの探しあれを楽しみに行くまであるいや本当に私もじゃあ家族とこのくらい優しいものを食べて終わろうって幸せもさせてくださいいい食いっぷりを見ていきたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくねー。